moments are the important moments that connect us. 気運名古屋。皆さんこんばんは。9月12日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。今日ね、王子はですね、公務でですね、名古屋市から岡崎市というところに出かけていったんですけども、もう名古屋は晴れてたのにね、岡崎に入ったらまた雨に降られて、でお昼からもですね、名古屋から岡崎に出かけたんですけども、また岡崎に入ったらね、土砂降りの雨にね降られましたね。今日は一日雨男の滑り王子マスクマンでございます。はい、この前の土日は、全国ふるさと県人会祭りというのがありまして、そこで、各県のいろんな美味しいものがあったんですけれども、沖縄県のブースで2日連続沖縄そばを食べちゃった味噌煮込みスキーと、同じくですね、ふるさと全国県人会祭り行ってきたんですけども、いや沖縄も良かったんですけどね、茨城県の方のブース行ったんですね、はい、そこでですね、焼酎と日本酒をいただいたんですよ、うん、これでですね、もうベロベロに酔っ払いましてもうなんか家帰るときもなんかふわーっとふわーっとして、うん、どうでしょう、寝たの10時ぐらい寝たのかな、うん、っていうようなダンサーズでした。でも気分良かったんじゃないの。あー、良かったですよ。ただですね、うん、あのワインも飲んだりしてね、ちゃんぽんになっちゃいました、はい、まあいろいろな、ね、うん、各地のね美味しいお酒をいただきましたね、うん、はいはい、こんな3人がお届けします、はい、今夜のテーマは虫、インセクト。今夜のテーマは虫です。台風のこと、え、なんで台風のことって書いてあるんだろう。あ、違います、キューシート頼むよこれなんかのコピペだねはい、虫のお話をお送りください。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM 宜野湾で検索してください、名古屋は栄養コーナーもあります。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817
東海共和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナゴヤ、メールご紹介します。はい、お願いします。はい、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。私の職場はよく言えば自然豊かなところにあるためか、いろんな虫が出ます。可愛いものから可愛くないものまで、可愛くない虫が出ると呼ばれて駆除するのもなんとなく男性職員の役目なんですが、男性だからといって虫に強いとは限りませんよね、うんうん、おかげさまで G にも動じなくなりました。職場にある畑を耕していた時はオケラが出てきたこともありますよ、ということでございます。まあ、この G っていうのはあの、はい、ゴキブリってことですね。あ、そうね、うんうん、でもね、あのやっぱり結構ゴキブリいきなり出てくるとびっくりしますよね。いや、嫌いですね。あのそういう時はどのように駆除してます？新聞丸めて、いやもうとりあえずスリッパで叩くかな。でも、うん、できたらね、駆除したくないですね。でもね、あんまりこう殺虫剤とかお家の中で撒きたくないですもんね。そう、うん、もでも最近ちょっと見てないですね。あ、そうですか。うん、見てないな。暑すぎるかもしれないですよね。暑すぎて出てこないのかな。そういえばで見てないですね、最近全然。ああ、じゃ あ, あの清潔なお宅ってことでございますよ。清潔なのか汚すぎて寄ってこないのか分かんないですけど、まあ、まあ、あとやっぱり暑すぎるのかもしれないですね、うん、まあそれもありますよね。ゴキブリも伸びてるのかも、うん、今ほら置くだけのなんかあるじゃないですか、ゴキブリ駆除、はいはい、うんうん、あれのおかげで多分寄ってこないのか、うんうん、そういうのもありますよ ね。嫌ですね、変なところで死んでたら。そう、でまだあの、ね、カリカリになって動いて、ね、動かなくなってるゴキブリいいですけど、うん、パチンってやってあのぐしゃっとなってるのが一番嫌ですよ。嫌ですね。嫌ですね。嫌ですね。はい、ありがとうございます。あの王子の家は誰が駆除するんですか？あの、私でございます。やっぱりあの何、王子が呼ばれるんですね。まあ、呼ばれるというよりかはですね、うん、あの私がよく見つけるんですけど。あ、見つける方なのね、うん、あのいればですね、うんうん、であとの人はもうあの見て見ぬふりかもしれないですね。もしかしたらおーとか言う、あ、いるって思ったけど、うん、まあ、王子に駆除してもらおうと思って、ね、あのその瞬間にもうね、あのどっかに隠れてますよね。でも素早いですよね、うん、結構そんな感じでございます。で、ツイキャスも今日たくさんありがとうございます。埼玉の郷さん、ダンサーズさん、みそさん、マスクプリンス、こんばんは。こんばんは。こんばんは。沖縄大好きさん、こんばん。名古屋、名古屋、名古屋、埼玉の郷さん、いよ雨男王子。いや本当はね、雨男じゃないんですけどね、これもね、あの、まあ、これ俗に言うあの気象状況ということでございますんで、ね、あの名古屋は全然降ってなかったのに、うん、のね、岡崎というね、そこの方に行ったらね、もうことごとく雨に降られましたね。ね、うん、まあ、確かに今日は雨降ってましたよね。うん、ああ、そうですか、うんうん、そういえば全然雨に降られてないな今日。なんか多分市内はね、そんなにあれじゃないです か, そ う, いうことか、うん、なるほど、うん、ちょっと離れたところ、うんうん、そう、名古屋市内の中にいるからかな、うん、じゃないですか ね、うん、ね、王子もね、あの名古屋にいた時はあの降ってなくて、もう出かけて岡崎方面入っていったらね、うん、雨降りましたんで、うんうんうん、今日はやだやだと思いまして、やだやだ。パ
パパヤさん、沖縄 T シャツ屋さん、今夜も元気にこんばんは。こんばんは。こんばんは。あれ、ちょっと乗ってよ。ちょっと違うあれで。ね、ひろとさん、こんばんは。はい、こんばんは。あ、そうそうそう、埼玉の郷さんが、はい、そのね、ふるさと全国県人会祭り、今おっしゃった沖縄ブースで僕の友達が手伝っていましたよって。あ、そうなんですか。あ、そう、うん、そうなんですね。いっぱい人がいましたよ。ねえ、確かにたくさんね、はい、いましたね、はい、そのいろいろこう、なんていうの、お店をやってる、はい、ね、まあ、裏方というかね、いろいろ、まあ、こうなんだ、店の前で売ってる人も、うん、こう後ろで仕込んでる人もいっぱいいましたね。うん、そうね、うん、でもやっぱりね、そばがね、沖縄そば1杯500円はありがたかったです、ね、ありがたいですね、うん、ちゃんとね、はい、3枚も乗っててね、うん、美味しかったですよ、はい、うん、だから2日連続食べちゃった。埼玉の郷さん、王子は虫のような存在ですか。え、虫のような存在、え、どういう意味だろう。え、虫の、あの、虫でもいろいろありますよね。ううあの、例えばさ、うん、あのちょっとこの高価なね、あのクワガタムシとか いるじゃないですか。あ、そっちのね、あの、部類のものなのか、うん、ね、ちょっとこう駆除したいなっていう部類の、ね、虫なのか、駆除したいなっていう感じ、いろいろでございますよ、うん、うん、あ、ちょっと虫みたいな存在っていうのは嫌ですね。虫みたいな。いや、でもね、はいはい、あの、あ、もう言わないとこ。何？じゃ、だけど、うん、ね、あの時にはですね、はい、こうちっちゃい虫とかにね、うん、あの成り代わって、ね、あのこう女性のこう、ね、こう胸元の方に飛んでいきたいなとかって、そういうあの思いもあるじゃないですか。はい、ありがとうございます。ヤンポーさん、ダンサンさん、みそみさん、滑りすぎの、さらに滑りすぎてる王子、こんばんは。こんばんは。滑ってないって。王子滑ってます。ほら、あれ、ヤスさんにも言われちゃったよ今。沖縄大好きさん、虫、いやーって。あー、沖縄大好きさん、虫はお好きじゃないってことですね。おー、ね、あ、と言ってたら、ヤスさやかさん、かっこコンビニ社労士、とじかっこ、こんばんは。そこまで言う。そこまで言う。あ、もう言われちゃいましたよ本当に。もう先にね、効果音のヤスさんが出てきましたね。だからね、まあね、ヤスさんの声聞くとドキドキしちゃうんだから。おだまり。はい、シュプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。火曜サスペンスの殺人現場ばりに海に飛び出た断崖絶壁なのです、だって。おお。もうあれですね、あの、うん、最後のらへんのあのシーンですかね。あ、追い込まれる、追い込まれるあのシーンですね。あ、なんであれなの、こうパターンとしたら、あの足滑らせて落ちるか、うん、そこであのお縄になるかっていうパターンでしょ、まあ、あ、そうね、うん、うん、うん、まあ、そのパターンだよ ね、王子の場合はその滑らそうですよね。滑らす、うん、まあ、遠くも滑ってるしね、動きも滑ってるっていうこと。あの、まあ、でも断崖絶壁は滑らないでほしいね。あの、でも大丈夫、ね、足滑らかして、まず第一段目ぐらいでへばりついてるから大丈夫だよ。なんか、あ、落ちたって思ったけど、裏を見たら岩のところにしがみついてるっていうのが王子だね。早く引き上げてねみたいな。もう終わりです。ありそうですよね、はい、うん、そんなパターンですね、はい、はい、はい、続いてですね、はい、メールご紹介します、はい、あら、もうまた私のことをね、うん、いいように、あの、言っていただいております、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑る用事、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。今日は伊豆半島まで天の川撮影に来ていますので、もしかしたら電波状況が悪くて視聴できない場合があるので、あしからず、やだな、やだな、聞いてほしいな。はい、おだまり。はい、テーマ虫、ある朝玄関あたりから嫁の悲鳴が、あら、何かと思い2階から慌てて階段を駆け下り、どないしたんと、聞くと、嫁は味付け海苔の瓶を持って、これ見てと、なんと瓶の中に数十匹、いや余裕で100匹以上のダンゴムシが、え、
ダンゴムシ？ダンゴムシ？うん、どうやら虫が大好きなお嬢が前の日に捕獲してきたようで、ああ味付け海苔の瓶の中にナゴムシ入れたのね、うん、そしてその後こっぴどく嫁に怒られ捨てられたのは言うまでもありません。あら娘ちゃんかわいそうじゃないの。ちなみにド M な王子やお気に入りのお嬢に LINE を送って無視されるのがたまらなく好きな変態だというのは本当ですか。あのね、あんまりあの無視されるのは好きじゃないんだよね。うん、あのいじってほしい方だからね。相手にしてもらいたい。だからあの、うん、結構ね、いろんなところでこの放置プレイはね、うん、あのされてますけどね、うん、案外あの心にねぐさっときてるんだけどね。うんうん、だからあんまりこの無視はね、あのしてほしくないな。何でもかんでもちょっとあの返してほしいなと思うぐらいですけど。うん、そういう時ない？なんか何それ？なんかそう。何その振りは。だってさ、そういうお嬢に無視されるの嫌じゃない、はい、そんなことない。あ、そういうあれがないか。よくわからない。あのね、でもね、このシューブリームさんのね、娘ちゃんのですね、うん、このダンゴムシがね、8匹、これもね、うん、小さいお子さんやりますよね。なんか集めますよね。うんうん、なんでしょうね。ね。うん、でもダンゴムシってね、なんか集めやすいっていうか、だって丸まるから、そうそうそう、捕獲しやすいですよね、確かにね、うん。で、別に噛まれるとかってあんまりないでしょ。あれでも瓶に入れます、入れて、うん、でも起き上がるというか、まあ丸まってるのが広がりますよね。うんうん、瓶の中でうじゃうじゃしてんのかな。まあ多分そうでしょうね。コロコロうじゃうじゃ。それみそちゃんあれなの？一回あのフライパンに開けてこう炒めるとかそういうことするわけ？ふざけるな。しないよね。怖いよ。でも、ね、ま、あのごめん、リアクションに困るふりやめてもらっていいかな。あ、でも大丈夫、それを期待 してますから。本当にもうでもね、はい、よくあの今 TikTok とか YouTube なんかでその海外のね、うん、こういうあの虫をその料理して食べるっていうね、うん、あれがよく動画出てきますけど、うん、何の虫を食べてるかわからないんですけど、うんね、よく見てるとね、あのうわなんかこれ嫌だなと思うものあれば、あ、なんかこれうまそうじゃないっていうのもありますけどね。あ、でもそういえばコオロギせんべいをこう無印良品に売ってて、はい、まあ話の種に買ってはみましたけど、うん、まあコオロギって言われなければ食べられますね。うん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 、でよくそういうのありますよね、こうスナック菓子みたいになってる、もう、そのコオロギなんかもその香ばしくなってる、揚げてあるのかな、なんかそんなようなものもね。あ、でもそれはもう本当に粉末になってるから、うん、はいはい、感覚はエビせんべいです。そう、見た目がないってやつですね。あ、そうそう、見た目は分かんないっていうか、うん、まあ、虫の形はしてないですよ、はいはいはい、ちゃんと普通にエビせんべい、ね、うん、こう丸いエビせんべい、平たいエビせんべいみたいになってるんですけど、コオロギって書いてある、うん、あ、今思い出しましたよ。何？その今の動画でね、その海外の、まあ、どこの国の方か分からないですけど、カブトムシ食べてましたね。でそのああそれ幼虫の方でしょ。いやいや、あの成虫になってるやつ。え、成虫、うん、でその上のなんか羽のとこ、そこはあの甲羅っていうんですか。いやいや、もうやめよその話、うん、なんか、はい、何や、もういいえ、もうやめよう、やめよう。カッコイさんがあのテーマ虫、小学生の時に昆虫採集やろうと思って文具店で昆虫採集セットっていうのを買って、セミ捕まえてなんか怪しい液体を注射して剥製に作ろうと思ったら一回も成功したことがないって。やり方ちゃんとしたら成功するのかなって、うんうん、でもなんかありますよね、そう、剥製っていうか要は標本ですよね、標本にするなんかそういうの、そうですよね、うんうん、でもあれってよく蝶々とかトンボとか、あ、いやいや、でもそれは蝶々だけじゃないですよ、全然普通に、あーはーはー、うん、ね、セミでもできると思うし、そういう昆虫採集を、ね、やってらっしゃる方いますもんね。カッコイさんが、味噌煮込みスキーさん、ダンサーさん、ひげを剃っても、ヤクミツルさん、皆さんこんばんは、ワンワン、名古屋は紅葉何月ぐらいからですかって。今どうでしょうね、ちょっと暑く、ね、なってるから、ね、気温がね、11月の下旬ぐらいかもしれないですよね。下旬ですかね、うん、結構遅くなってますよね、多分 ね、そうですねという感じです、うん。FMJG 新一さん、こんばんはです。こんばんは。です。で、パパヤさんが、
ミミズだってオケラだってでしかオケラって聞かないんだけど、オケラってなんだっけって。うん、あのなかなか口で説明しづらいですね。オケラって、あのカブトムシのメスっぽくないですか。あれね、違います、違います、違います。違います。うん、でもなんかね、こう足がね、足っていうか手というか、うん、すごい土を掘るのが上手なんですよ。はい、そう。でもね、このオケラなんですけど、なぜかうちの家に出たことがあるんですよ。すごいじゃないですか。なんでなのかは分かんないんですけど、うんうんうん、出たんです。それいつだったの。しかもなぜか2階に、2階に植木鉢に紛れてたのかもしれないんですけど、なんかカサカサ音がするんですよ、うんうん、そしたら部屋の隅っこを一生懸命掘ってました、うん、オケラが掘ってた、うん、カサカサって。でもオケラも飛ぶ。オケラって飛ぶんですかね。なんか土をかいてるイメージですけれども、うん、そう、じゃあ壁を、そう、あの土掘りイメージですよ、オケラは、うんうん、ってことは壁をこうよじ登ってきたって感じ。そういうね、上まで来るってことはね。ねえでもそれよりね、オケラ今ね、うん、ちょっと調べてみたんですけど、はい、うんうん、まあケラっていう虫なんですね。はいはい。なんか、うん、よく目にするチャンスは年に2回、1回目は春先に行う田んぼの白かきの時期だって。うん、その水を張ると溺れたくなくてピョコピョコ土から出てくるっていう、うん、で2回目は9月から10月の秋口に成虫が新天地を求めて飛ぶ時期。飛ぶんじゃないですかこれ。やっぱり飛ぶんですね。飛ぶんだ、うん、なるほど、羽あるから飛ぶんだね。へ、うん、いやー、うん、すごいな。でもやっぱり土を掘ってるイメージが、うん、てか多分ほぼほぼ土の中で生活してるんですよね、うん、ああそういうことですね、うん、だからなかなか見かけないんですよね、うんうんうん、そうでしょう ね、うん、っていうかね、田んぼしたりするってことは水の中も得意なのかな、うん、はい、多分そうでしょう ね、うん、なるほど、うん、どうしても言いたかったことがあるんですけど、はい、ね、どうぞお願いします。今なんか歌ってらっしゃいましたよね。はい、うん、とっても美声でよかったと思ってえ、そう、うん、よかったよかった。絶対これさ、後でアーカイブで聞いて音痴だって反省会、一人反省会するんだろうな。いやでもそんなことなかったですよね皆さんね、うん、なんかよかったなと思ってそれがどうしても言いたくて今それ今のタイミングで言うことだったかないや何回もね、うん、入れようかなって思いながら、うんうん、お話が進んできましたんで。あ、そうでしたね、うん、進めましたお話をはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、続いてよろしいですか。はい、はい、お願いします。ヤンポーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、みそにさん、滑りすぎて、滑りすぎてる王子こんばんは。もういろいろネーミングつけてくれるからね、読みづらくてしょうがないんだよね。名前がいろいろ変わってるよ。ね、して虫ね、まず G は足で踏みつぶすか、ライターとアースで火炙りの K にするに限る。すごいな火炙り、うん、おー。そしてヤールは絶対に殺さない、うん、ヤールって何ですか。ヤモリですね。あ、うん、ヤモリ、はい、うん、は絶対に殺さない、めでたしめでたしということでございます。これヤモリは、虫じゃないよね。ね、ヤモリは虫じゃないよ。虫じゃないよね、うん、でもこのヤモリってお家にいるといいっていう、そうですよね、言われますもんね。うちの守り神ですよ。そうですよね。そうそう、カープボーイさんがね、ちゃんとね、害虫はちゃんとヤモリが食べてくれるから大丈夫じゃないかなって。そうなんです、うんうん、そうね、ヤモリってあれ、なんちゃクモ食べるんでしたっけ。あ、クモだけじゃないです、うんうん、虫全般ですか。虫全般食べます、うん、うん、だからお家の守り神っていうのはやっぱりそういうことですよね、うん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 、害虫を食べてくれるっていう意味でということですね、うん、なんかオケラって何って聞いてる答えが、埼玉の郷さんが、はい、おからのベストフレンドですって書いてバシッときましたね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、
先ほどのツイキャスのひろとさんは以前ひろっちの名前で拝見させていただいたものです。あ、ご無沙汰しております。4月から事務所に入り配信者として活動していますが、配信で昆虫食を食べたことがあります。タガメ、コオロギ、アリを食べましたが味はなく美味しいと思いませんでしたということで。あ、そうなんですね。タガメなんかありましたよね、罰ゲームとかでね、食べられるんだなと思いながら。なんかね、あのアリはなんか甘いっていうの聞いたことありましたけど、味ないんですね。いや、わかんない。でも、うん、甘いって聞いたことあるんですけどね、食べたことないから、うん、ちょっと何とも言えないんですけども、うん、ね、だよね。あ、でペーターさんがぐしゃ、片付けるのが大変って、これ多分ゴキブリのことですよね。ああ、うん、はい、うん、そうなんですよ。スリッパで叩いた後は嫌なんですよ、本当は。だから、うん、だからもう、ね、なるべくなら出ないのが一番、うん、出ないのが一番だけどね、うん、出ちゃうことが ねあるとね。でもね、なんかでもあの叩きたくなるんですよね、王子ね、うん、うん、ゴキブリを、ね、見るとね、うん、どうしてもね叩きたくなるんですけど、うんうん、私あの王子をねっていう風にしてやりたいですよね、たまに。あ、結構やられてますよね。はい、うん、ね、まあ、その別にあの癖がついてるってわけじゃないですけど、うんうん、案外ね、あの叩きたいなって思っちゃうんですね。あ、うん、そう、ヤスさんが言っちゃった、わらわらってなるけど、先にそうそうヤスさんのね効果音が出てたんですよね。あ、そんであの沖縄市さんが虫は苦手、無視されるのも苦手なんちゃって。ん？で最近ツイキャスのコメントに容赦なくバシバシするの。うん、ペーターさんが大きな雲が部屋の中を徘徊してます、家の外にはジョロウグモの大きな巣がガガガガガ。あら、ねえ、ねえ、うん、でもなかなか駆除するのもね、うん、あ、そう、でも大きい雲で、うん、おとなしい雲がいるんですけど、うんうん、ホコリを食べるクモがいるんですよ。あ、はいはい、ありますね。大きいんですよ、でも、うん、いるんですよ。でも足の長いやつですね。足の、あ、足割と長めですね。うんうんうん、クモってね、あの朝クモって退治しちゃいけないって言いません？あ、朝クモだったっけ？うん、朝ね、あの出てるクモは、うん、あの退治しちゃいけないって多分なんか、うん、聞いたことありますけどね。巣を張って虫を退治する、虫をこう捕まえて食べてくれるからじゃなかったかな？うん、っていう意味だと思うんだけど、うんうん、あ、そしてですね、まあ、はい、メール行ってもいいですか？はい、はい、はい、銭形警部さんからです。ありがとうございます。本日のテーマ、虫といえば、虫を使った言葉で虫が良すぎる、虫の知らせなどがありますが、私にとって昔から何かしら良くないことや変なことが起こる前兆では、体の中で特に足付近が突然痒くなり出す虫の知らせならぬ丸々虫の知らせとなり、必ずその時は終日何も起こらないように神経を張り巡らせ、アンテナを張って行動するようにしてますねって。この足にある丸々の知らせって、まあ何でしょうね。いや、まあご想像にお任せしましょう。はい、でも王子わかんないよ。あら、本当？うん、まあいいか、はい、お三方は体のどこかが痒くなる虫の知らせシグナルはありますかっていうことです。え、でもありますよ、それなんかね、なんていうのかな、うん、なんかこうもぞもぞってしてかゆいなと思う時あるんですけども、それはただ単にあの肌が敏感になってるのか、うんうん、なんかこう虫がね来てるのかってそんな感じなんですけど、でも肉眼で見えるような感じでもないんですよね、うんうん、こうちょっとあの、お肌が敏感になってるのかなっていうね。虫の知らせではないですけど、痒くなるのは乾燥しすぎてる時ですね。ああ、でもそうですよ ね、ちょっとね、やっぱりねえ、傘つく傘つく傘つきが気になるお年頃なんです。なんかそのね、あの、うん、今その口調がちょっと弱々しくなりましたんでなんか気にしてらっしゃるのかなと思ってねえ、ちょっと潤いがね足りないお年頃なんですよ。それはもう、それはあの、うん、ね、あのいろんないいあのお化粧水があるじゃないですか。それペタ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 やってください。潤わない、潤いをね。潤い、はい、潤いね、そうそう、パパヤさんがさっきほどツイキャスであのダンゴムシの数ってなってたんですけど、うん、そうですよね。でもやっぱりなんかね、こう集めた
くなるんでしょうね、子供たちはね。あと、ロサンのしんちゃんさん、沖縄からチャービラ祭ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ペーターさん、カブトガニはダンゴムシの親戚。そうなんだ。進化してきたんですかね、カブトガニからダンゴムシに。カブトガニは普通に食べれるんですよね。カブトガニ食べれるの？食べれるんじゃないですか。そうなの？食べれないの？わかんない。一応カニと長すぎてるから食べれるのかなと思う。カブトガニってなんかね、生きた化石って言われてるぐらい、ね、なんて言ったらいいんでしょうね、ちょっと変わった形してますよね。どなたか教えてくんないかな。カブトガニ、タンボーイさんが、世界ウルルン滞在記で酒井美紀さんかながタランチュラを食べてお腹部分がカニ味噌の味がするって言ってたよって。タランチュラ、タランチュラ、あ、でもね、それもあのなんかの動画で見たことありますね。見たことはあるけどね、ありますけどね、まあね、セミも食べるぐらいですからね、タランチュラも食べれるのかな。そういうことですね。あ、ヤンポーさんが王子カブトムシ食べてみたら、カブトムシ食べる人いますよって、いるんだ。カブトムシでもそのなんていうの、この、甲羅って言い方変ですけど、その羽っていうの、あの硬い部分、あれはでもね、あのちぎってましたから。それはちぎって、そこは硬いから食べづらいんだよね。多分そこはちぎって食べてましたよ。食べれるんだ。食べたくないけど、食べれるんだ。まあ、世界各国いろんなもの食べる方いらっしゃいますよ。パパヤさん、コオロギは良い出汁が出るがコスパ悪いって。まあ確かにエビせんべいみたいな香ばしい味ではありましたが、コスパ悪いんだ。エビの方が安いんかな。安いですよ。そういうことか。まあ愛知県エビせんべいね、有名というか、あのエビよく取れるんで、まあエビせんべいの方が安いでしょうね。でひろとさんがね、同じ事務所の配信者の方はタランチュラを食べたことがあるそうですということで、やっぱり食べれるんだ。なんか飴とかありますよね。形そのまんま、なんかそうありますよね。ねえ、そうだからいっぱいね、いろんな虫食べれるんじゃないですか。ねえ、ねえ、ね、まあ、ウルルン滞在記懐かしいって、そうそう、懐かしい番組ですね。そうですね。あ、でパパヤさんがね、やっぱりそのカーフボーイさんの言ってた、学校が推奨してたキット、多分標本作るやつかな、旦那も同じの使ってたって。でも成功しなかったんでしょ。でもまああれも飼育の仕方があるんだろうね、多分ね。あるんでしょうね、標本も難しいですよね。でシュプリームさんが、一時期ツレがスズメバチの巣を取るのにハマっていて、何回かお呼ばれして、ハチノコのすき焼き&炊き込みご飯、素揚げなど、ゲテモノ料理を食べさせられましたって。でもあれ、ハチノコね、超高級食材でしょ。まあ信州というか、まあ要は山間部では貴重なタンパク源ですからね。ハチノコもね、こう精がついていいって言いますからね。食べれますよ。でもあれ、そういう風に市販されてるのは結構お高いお値段で売ってるんだよね。そう、高いですよ、結構、ね、佃煮とかね、ありますけどね、高いですよ、そうみたいですよね。ということで、はい、はい、じゃあ CM の後は、はい、名古屋は栄養コーナーです。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話098-884-5901。中村製菓。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。
秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合、ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。名古屋は栄養コーナーということで、はいはい、あのまあせっかくだから、うん、名古屋のというかね、こう、うん、私たちの見かける昆虫の話でもしましょうか。はいはい、お願いします。お願いしますですか、うん、はい。そうやっぱりオケラ。オケラ、オケラ、オケラ、オケラいましたよ、いますよ、オケラ。あとですね、そうそう、この前ちょっとたまたま沖縄のラジオでその、はい、セミの話が出て、うん、で今つく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 帽子がいるんですけども、はい、そう沖縄つくつく帽子ちょっと種類が違うんですよね。あ、そうなんですか、うんうん、はい、そうなんですよ。でもやっぱり今の時期、うん、てかもうだいぶつくつく帽子もねちょっとあんまり聞かなくなってきて、ちょっと先週ぐらいはよく聞いたんですけど、うん、今週になったらちょっと、うん、あーなんかもうつくつく帽子もあまり鳴かなくなって、うん、いよいよ秋なんだなっていう感じがしますけど、うん、秋になるとねやっぱりスズムシが、はい、ね、うん、すごくて、うん、あのうちの防犯カメラあるんですけど、防犯カメラの音声がほぼほぼ虫の音に邪魔されてるっていうでも、まあ、いい鳴き声じゃないですか音声がすごいんですよ、うんうんうん、夜 の, こう画像、あの防犯カメラの画像が音声をほぼほぼ虫に邪魔されるっていう、うんうん、結構ね音がね周波数の高い音出すじゃないですか、うんうん、よくやっぱり聞こえるからですかね。高い音すぎて、うん、ノイズのような音になっちゃうんですよ、ね、はいはい、でそれが、うん、あのカメラに収められます、うん、収められてます、うん、そういうことですね、はい、うん、あのね今ね、うん、久しぶりにこのつくつく帽子っていうね、はい、その名前聞きましたけど、はい、今ねふっと思い出したんですけど、はい、ちょっとこのね、今のお話からずれると思いますけど、はい、昔あのお笑い芸人でね、あののりおさんってのりおよしおさんでしたっけ。懐かしいですね、ね、はい、があのつくつく帽子つくつく帽子ってなんか、うん、あのギャグやってましたよね、はい、それ今思い出しちゃいましたよ。今ねカープボーイさんものってる、沖縄にもつくつく帽子っているのかな、西川のりを聞いたことないな沖縄今から大島ゼミが鳴くんじゃなかったかなっていうことで、あの沖縄はねあのつくつく帽子というか黒岩つくつくっていうね、うん、ちょっと違うつくつく帽子というって、はい、いいのかな、うん、種類がセミの種類が、うん、ちょっと違うんですよね。だから、ね、だからちょっと鳴き声もつくつく帽子とは鳴いてくれないそうです、うん、ああそうなんです、うん、でもねあのやっぱり考えるとか思い出すことは一緒でございますね皆さんねそうですね、うん、はい、うん、え王子昆虫あんまり見かけないですか、うん、あんまり見かけないですよね。あのもう昆虫というよりかですね、うん、はい、まあ、蚊ですね。あ、蚊ですね。蚊はねこんなとこにいないだろうっていうようなところにね、うん、いてよく蚊に、ね、刺されたね、なんかやけにかゆいなってことがありますけど、うんうん、
川名古屋弁でなんて言います？え、川川じゃないですか？あれ、カンスって言わない？うん、うん、あれ、ほんと、うん、名古屋弁で川ってカンスって言いますよね？カンスって言います？え、いや、いや、まあ今あの自分がじゃあいい言うかって言ったら言いませんけど、うん、でも名古屋弁でかの、あ、そうなんですか、ですよ、ね、え、王子知らなかったですよ。あれ、そうなの、うん、うん、でなんか私ちっちゃい頃はそのしましまの蚊いるじゃないかですか、はいはい、しま、はい、一筋島かって言うんですけど、うん、はいはい、あれをしましまカンスって呼んでました。あ、そうなの？そうそう、あのしましまのヤブカがいると、うん、あ、しましまカンスだって。あ、そうなんですか、うん、うん、って言ってました。いや、普通にあの蚊がいるなって。あ、そうですか、うん、そう、あれ、うちの名古屋でもうちの地方だけどうなんでしょうねって言ってましたよ、パパヤさんが蚊に好かれる人って足が臭いって聞いたことある？おお、そうそうそう、うん、そう、なんかね、これがまたあの何でしたっけ、中学生だったか高校生だったか忘れてたけど、うん、はい、かね、子がその規則性を発見したっていう、うん、おー、うん、なんかやってました。酸っぱい匂いがあれなのかな。いや、酸っぱい匂いかとか分かりませんけどでも結構あの足の匂いって酸っぱいんじゃないですか。いや、知らない、知らない。そうなの？そう、 あとね、王子滑ってます、王子お酒飲んで滑ってます、なんていうのかな、酔っ払ってるとか関係ないと思いますけど、うん、お酒飲んだ後、はい、とか蚊がきやすいみたいな、うん、それは聞いたことありますね、うん、ね、やっぱり匂いがなんか出てるのかな、アルコール臭が出るんですかね、はい、ね、うん、まあね、うん、アルコールがね、体臭から出るっていう、うん、話で、その体臭がね、まあ無味無臭ならいいんだけどね、はい、カレー臭になってるからねそれ、うさぎしんちゃんが沖縄は、あ、そう、名古屋は良いコーナーだった一回ちょっと締めましょうか。はい、一回締めますね。はい、じゃあまたちょっと名古屋栄養コーナー終わりまして、ちょっとツイキャスの方いろいろ紹介していきたいと思います。はい、以上、名古屋は栄養コーナーでした。はい、キウナ名古屋。はいはいはい、メールいっぱい来てますよね。ますよ、メールご紹介しますね。はい、進撃のめいちゃんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。キウナ名古屋メンバーと、那覇祭りイベント会場でお会いできたら乾杯したいとめちゃくちゃ願っています。3人とも、3人とご一緒に乾杯したい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。虫、めちゃくちゃ嫌い。特にゴキちゃんだけは苦手中の苦手。一回だけ顔に飛んできた時は怖かった。あ、顔は怖いよね顔なんか攻撃してきますよね、うん、やつらは、うん、あとは挨拶しても無視されるだけは嫌ですね。おはようございます、お疲れ様です、大切な挨拶を無視されるのだけはね、ああ嫌ですよね。挨拶しても何もね、知らん顔は嫌だもんね、会社内にいますけどあえて言わないでおきます。あ、そういう方がいらっしゃるんだ。あら、ではでは、おやすみなさい。寝ちゃうんだ。あんたもう寝るの？ちょっとあれ、まあしょうがないね。まだあるんですよこれ。あ、まだあったの？はい、PS、マスクマンにこれを言ってほしいです。はい、これエコいるの？エコいりますね。はい、いい夢見ろよアバよ。あれ、あのね、今のエコかけるセリフだった？最後のね、アバよはね、うん、私のオリジナルでございますけど。ああ、なんだ勝手に作ったのね、うん、いい夢見ろよって。あ、もう寝てるから。うん、そうなの、ね、ちょっと最後まで聞いてよいやいや、まあいろいろ事情がありますからね。そういうことですね。まあ、これを子守歌代わりに寝るのはどうなのかいささかの疑問もありますが。子守歌ねはい、続いてですね、はい、岐阜の9人のバーバさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。キウナ名古屋の皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。最近はベランダでスズムシの鳴き声が秋を感じさせてくれます。うん、朝晩涼しくなりましたね。私は虫が苦手です。子供の頃はカエルやバッタとか捕まえることができたのに、大人になってから
虫を見るのも苦手になりました。同じ女性のみそにさんは虫は平気で触れますかということでございます。平気な方ですか、ね、平気な方。あでもゴキブリだけは噛む。ゴキブリ手で潰せるバーンって。いやだから手は無理。手は無理、ね、で昔のしんちゃんさんが沖縄はトービラゴキブリね、はいはい、ビッグサイズですよ、うん、どこからともなく飛んできて首に止まります、うん、いや首友達になってしまう笑いって。でも私は沖縄で見ましたよ。見ましたよ。2、3回見たかな、うん、あのね本当に沖縄のゴキブリ大きい、うん、でかいし、うん、変な模様ついてる、うん、なんだろうな。であの種類が違うんですよ。で茶色なんだよね。ちょっとね色が薄いんです、うん、茶色で透き通った感じ。あの、ね、和紋ゴキブリって言うんですけど、うん、こっちではあまり見ないです、ね、こっちではいないんですよ、あの模様とあの大きさと点々画であるよ ね、うん、ねだから模様ついてんの、うん、和紋ゴキブリです。怖いです。あれは気持ち悪かったな、ね、怖いし、しかも攻撃性もある。怖い、嫌、うんはい、だな、はいはあ、はい、どうぞメールお願いします。はい、続いてですね、こちらみんなの沖縄 T シャツパパヤさんからです。ありがとうございます。今夜も元気にこんばんはこんばんはって書いてあるでしょ。そうだね、こんばんはって書いてあるね。なんで呼んでくれないの、うん、ちょっとあの王子オリジナルで読んでしまいましたけど、はい、おだまり、はい、おだまり皆さん虫の知らせって感じたことありませんか。私は言うほどありません。ああ言うほどないよね、うん、だからもうなかなかないよね。虫といえば夏にエアコンの室外機にアシナガバチが巣を作っていて業者の方に駆除してもらったんですよ、うん、せっかくなのでその業者さんと話しながらお仕事を手伝わせてもらい、アシナガバチの特徴や見分け方を教えてもらうこと約3時間。ほう3時間、うん、勉強しましたね、だいぶ詳しくなりました。そして実はその業者さんの予想通り1ヶ月以内に女王蜂がここに戻ってきたんです。おですが本来ならまたプロの方を呼ばなくてはならないところ自分一人で駆除できました。へということは駆除のやり方も聞いたんだ。あ、ねええー、もちろん、こそっと分けてもらった薬とか装備も教えてもらったからなんですけどね、うん、まあそうでしょうね、危ないですもんね、うん、まあラッキーでしたね。これはこれで虫のいい話なんでしょうね。あらあ、いい締め方です ね、うん、王子も予想がつかなかったね、ありがとうございます。でもね、結構危険ですもんね、蜂もね。危ないですよ、うんうん、あ、蜂に刺されたことありますか。刺されたことありますよ。あります、うん、あの蜂の種類までわからないんですけど、うん、刺されたことありますけど、あれって1回刺されて2回目が危ないんでしたっけ。そうそうって言いますね。自分もね、一度だけ刺されて、うん、めちゃくちゃ痛くて、うん、腫れた覚えがありますよ、はい、私も1回刺されましたけど、うん、ねえどうすんだろう。あの、ね、2回目3回目危ないよね。あの蜂もそうなんですけど、あの、うん、アリに噛まれるのも痛いですよ。あー痛い。アリも噛みますよね、うんうん、ちょっと大きめのアリ。いや大きくなくてもちっちゃくても噛まれますよね、うん、なんかね、すんごい痛いんですよね、あれ ね、びっくりしました。あ、そうだ、ヘミジェジシンさんが昔小学校で普通にヤゴやオケラ見かけました、実家の隣の畑にちょっとした木があり水生昆虫の宝庫でした。だって、あ素晴らしい。あ、山中智文さん、ダンサーズさん、みそにさん、滑り OG こんばんは。おお滑ってますね。OG ってOG の G がね、ゴキブリの G の G、ね、あー そっちの方ね、っていうことかな。はい、俺オールドガールはいって言われちゃった。じゃオールドガールズかなと思っちゃったよ。 OG って言うと別にあのね、あメリティですか。 OG 滑ってます。ありがとうございます。いいところで言いますねはい、はい、続いてですね、沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。ダンサーさん、ミソニクミスキーさん、マスクマンさん、こんばん名古屋。こんばん名古屋。これはちゃんと読んだよ。はい、ね、虫エピソードで挙げますと、僕は虫が大の苦手、特に G。 みんな G って書くね。あんまり書きたくないよね、うんうん、僕の天敵いやーって、退治するまでは克服できましたが、見るのも手で死骸を片付けるのも苦手で、ほうきとちりとりでポイしています。まあそれが一番ですね、うん、セミやバッタも昔は苦手で、僕が子どもの頃は父親がバッタを捕まえてきては僕の腕に乗せて、バッタは仮面ライダーの仲間と
言い出す始末まあそうだね、まあモチーフになってますからね、うん、あの頃は腕に仮面ライダー1号本郷猛と仮面ライダー2号一文字隼人と思う余裕がなく、うん、怖すぎてそれどころじゃありませんでしたそりゃそうさ、うん、そんな虫苦手な僕は昆虫をモチーフにした特撮も見てました。あ、うん、そういういろんなあれだね、戦隊ものとかかな、今放送している47番目のスーパー戦隊王様戦隊キングオージャー、各国の王様も昆虫をモチーフにした戦隊です。レッドクワガタ、あ、そんな変身してんだ、そうなんだ、昭和平成の仮面ライダー、平成ライダーには水島ヒロさんの仮面ライダーカブトもありました。サソリをモチーフにした仮面ライダーサソード、トンボをモチーフにした仮面ライダードレイクなど、あーでもいっぱいいるんだね、メタルヒーローシリーズの重工 B ファイター、2作目の B ファイターカブト、どれも好きです。あやっぱりでも虫が、ね、うん、あのモチーフなんですよね、やっぱりそうそう、うんうんうん、あのテントウムシもいましたね、あのタックルって名前だったかな、あの女性のね仮面ライダーいましたよ。へ、うん、カマキリがね、はい、アマゾンかな、仮面ライダーアマゾンだったような気がしますね。あ、アマゾンいましたけど、うん、モチーフが何かが分かんないな、なんだろう、ね、なんかあ、カブトムシじゃないの、でもね顔がね、間違えた、それストロンガーかな、あストロンガーカブトムシです ね、 ね、うんうん、あの電気を発するっていうね、なんかありましたね、うんうん、なんか 手をスリスリしてね電気を走ってたっていうね、そういう変身の仕方じゃなかったかな、すごい、もうそこまで覚えてないや、うん、ストロンガーは ね、 あ、そうそう、なんかねさっきからねずっとね、カブトガニはカニじゃないよって、足山ほどあるよって、でパパヤさんもカブトガニの可食部は少ないけど食べれるよって、カニではない、FM ジェジシンさんがカブトガニって天然記念物でレッドデータブックの絶滅危惧種ですよねって、あそうなんだ、あらららら、あらら、食べよ食べちゃダメ、あ、ね、じゃ あの黙ってこそっとってやつですね、ふざけるなねえ、いやあ、そうそう、そんで浦添のしんちゃん、学生の頃にはトンボを捕まえて胴体切り離して食べたよってああ怖いよ、好きな食べ物はセミって思ってるけど、あのそれ生で食べるってこと、いやもう詳しく聞かないとこ詳しく聞かないとこです、ね、あの、うん、まあ調理したればまた別の話なんですけどね、でも生で昆虫食べるのってよくないですよね、多分ね、うんうん、いろんなバクテリアがねなんか住んでると思うよ、セミはあれですよ、 いるんですよね、フライパンかなんか、はいはいはい、食べてるそう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 、うん、ね、まあセミは食べれるし好きな人もいますからね、うん、好きな人がいるんですよ、いるんですよ、あ大峰源太郎さんという方がはい、ということで、うんうん、あ、はい、なんかメールちゃんと全部読みました、メールは読みましたよ、本当あの、はい、ツイキャスは全然あれだ、ついていけないよね、本当にすいません、なんかねもうたくさんね、なんか実はあれは酸っぱいんだよとかね、うん、たくさんいろいろ教えていただいて、なんかご紹介がこのなんかこれだけちょっと言わせて、あのペーターさんのね、うん、オーシック、オーシック、王子シックって何、これ何泣き声じゃないの、あーそういうことねそういうことねこれ何かなと思ってもういろいろ ね、うん、ね、今日も本当にたくさんツイキャスありがとうございます、ね、沖縄大好きさんもね、あのお休みなさいってことですんで、うん、いい夢見ろよなんか気になる、終わりです、浦添のしんちゃんが、はい、ガジャンの血を吸ってフラフラして飛んでく、青森飲んでるからその血を吸ったガジャンは酔っ払ったのかなってもう終わりです、はい、ありがとうございます、以上エンディングです、はい、来週のテーマは挑戦、来週のテーマは挑戦です、資格に挑戦、ダイエットに挑戦など、あなたの挑戦エピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中、
名古屋熱田トリプル8、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ね、今夜もね、ありがとうございました。ありがとうございます。たくさんね、追加のコメントもありがとうございました。ありがとうございます。ます全然拾いきれないよ ね, ね。いっぱい紹介したかったけど。たくさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。また来週、また挑戦です。閉店、ガラガラ。今日会ってないね。はい、今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、虫でこんなに盛り上がるとは思わなかったけど、うん、やっぱり圧倒的にゴキブリの話題と蚊の話題が出ましたね。うん、もっとね、いっぱい拾いたかったよね。面白い話いっぱいあるもん、ね、このツイキャスのコメント。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週です。また来週です。